坂本八郎太から1894年9月17日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍少佐。鹿児島県出身。坂本八郎在門の長男として生まれる。明治4年9月、海軍兵学寮に入学する。1877年3月から9月まで西南戦争に出征し、校を立てて、小医保に任せられ、また、 軍六等を除された。1878年8月、海軍兵学校を卒業し、筑波間乗組となる。1880年8月、海軍将尉任官。1882年11月、摂津間乗組となり、1883年1月、県海兵勤務。同年2月、海軍中尉に昇進し、17位に除された。 1884年12月、天竜館分隊長に就任し、1885年9月から1886年6月までイギリスに出張し、1885年11月、何和分隊長に発令され、何和を日本に開港した。翌年4月、海軍隊員に進級。1889年4月には、ウラジオストクに出張し、 1890年3月、ロシア艦の陸みとなる。同年10月、海軍少佐に昇進、翌月に帰国した。水野利方が、帝国赤城艦長、坂本少佐奮戦1891年1月より、ロシア帝国公使館副部官として、サンクトペテルブルクに赴任し、海軍軍事や航海術などを極めた。1893年6月、 よしの副長となり、翌年3月までイギリスに出張し、よしのを日本に開港する。1894年5月、赤城艦長に就任し、日清戦争に出征する。公開海,海戦に参戦し、軍令部長、かばや則の座上する輸送船、西京丸を、真の六隻の艦隊から、集中砲火を受けながらもブリッジから降りて、指揮をとって守り抜いたが、9月17日に、 坂本は戦死し、公会長、佐藤哲太郎も負傷、赤木も大損害を受けた。ウィキメディアコモンズには、坂本八郎太に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。